皆さん、こんにちは。仕事で人生を伺いかせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、iPhone の読み上げ機能はすごいというテーマでお届けいたします。あなたは iPhone の読み上げの機能をご存知でしょうか？これはですね、ウェブサイトとか、その他もろもろのテキストをですね、自動で読み上げてくれるというですね、まあサポート機能っていうんですかね、そういうものが iPhone にはついております。で、つい私もですね、最近そのことを知ったんですね。まあ読み上げ機能があったっていうのは知ってたんですけども、そんなには使っていませんでした。でところがですね、最近、Amazon で電子書籍をこう購入することも多くなってきましてですね、Kindle でこう読むわけですよね。その Kindle で、実はこの読み上げ機能が使えるっていうことが分かったんです。分かったんですが、まあまあ、みんな分かってるのかもしれないですけどね。で、ちょっとですね、これ、聞いてもらっていいですかね。こんな感じですね。値上がりします。今を求めにならないと絶対後悔しますよ。今日だけおまけをつける。残りわずか。明日から値上がりなど、ここに働いている心理学の要素は、限定希少価値効果、スノップ効果と呼ばれるものになります。人はもうすぐ亡くなると言われると、太古の昔の飢えた恐怖の DNA が刺激されるかのように、目の前にあるものに価値を見出す習性があります。亡くなったら損するような気がしてくるのです。八百屋のおじさんから、これはね、結構早めでこう言ってるような気がしますね。みんな買わないのよ。これぐらいゆっくりもできますね。割引にするから買って行ってよなどと言われると余計買いたくなくなりますが、奥さんこのみかんすごく、こんな感じでですね、こう Kindle でこう読んでる本をですね、電子書籍を読み上げてくれるというすごい機能なんですね。でこれができると、例えば車の移動最中とかもですね、この本をですね読まずして音声でこう頭の中にインプットすることができるというので、移動時間でも情報収集ができるということになります。まあこのようなですね、便利な機能があるにもかかわらず、我々はですね意外と使ってないものが非常に多いんですね。ぜひですね、こう最先端の技術を取り上げていくと、どん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 こう仕事がもっともっと効率的になっていきますので、ぜひ一度お試しあれということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。